川村海二、22歳、東京出身です。この期間に、自分の夢だったりを改めて考えることがあったり、新たに興味を持つ分野が増えて、そのタイミングでこの企画をの話があって、自分が思い描く世界だったり自分の夢がそのどれだけの人に共感されるのかっていうのを試したくて挑戦しました。ダンスを始めたのは高校1年生の時にダンス部で始めて、きっかけは友達に誘われたからです。なんかよくこう人に笑われるというか本気にされないこともあるんですけど、結構自分は本気でなんか愛があれば世界は平和って本気で思ってるタイプで、もっと愛にあふれてる世界を見たいというか、そういうふうにできるし、ストリートダンスはその力を持ってると思ってるんで、自分がきっかけというか誰かのきっかけになってみんなが共感してくれてってなったら、もっとなんかいい世界になるんじゃないかなっていうのでをずっと思ってて、そのために動こうというか、こういうふうにしたらいいのになみたいなものがあったので、それがきっかけというか自分の大きな夢へのなんていうの理由ですかね。これは人との出会いなんですけど、自分が知らなかった世界を教えてくれたダンサーがいて、でその人がすごいの周りにはなんかすごい愛があふれてて、あ、なんかこういう世界を自分はもっと広げて、その人たちについていくんじゃなくて、その人たちをがもっと広げられる場を自分が作ろうと思ったから行動に移そうと思いました。やっぱ夢めっちゃいいなと思いました。他の人の話聞いて、うわ、俺だったらそれめっちゃ応援したいなと思う夢もたくさんあったし、だからなんか夢っていうのに関してはどれもめっちゃ素晴らしかったし、なんかでもなんかそれらを自分の夢は生かす場を作ることが夢だったので、自分は その人たちを殺すこともなく、むしろより活躍の場を広げられるんじゃないかなっていう思いもありました。なんか自分の強みはこう全国にダンスで出会った友達がいて、でそういう人との出会いを大切にしてきたというか、そこに愛を持って生きてきたので、それをが自分の強みかなと思います。自分は、ステイフーリッシュというチームで活動していて、ロックダンスをメインに踊ってるんですけど、なんか今までの固定化されたロックダンスではなくて、新たな視野でダンスってものはもっと自由だよねっていうのを伝えるために、崩したロックダンスというか別のジャンルを取り込んだロックダンスを表現していて、自分たちが最初それをやり始めた時はすごい周りから批判だったり、そんなのロックダンスじゃないよって言われることも多かったんですけど、今では学生ダンサーの多くが僕たちについてきてくれたりとか、日本語の曲で踊る子が増えたりとか、そこは自信を持って僕たちのある意味一個の成果だとは思っていて、なんか未開拓の分野に挑戦した時に、それをそこに確実に人がついてくる自信はあって、それを今までダンスで得てきたものだと思うので、自分の強みの一つだと思ってます。共感してくれる人もいるし、人に共感させる理由というか、共感させるられるという自信はあります。なんかこの企画のために用意した夢ではないので、今まで自分が思い描いてきたものを素直に伝えて、自分の夢に共感してくれる人がその場にいれば嬉しいし、共感してもらえるように素直に自分の思いをまっすぐ伝えようと思います。